ここだ。あ、開いてる。外だ。This is the road we used to take. ああ、この道よく歩いたと。If she hadn't been there, in the park on that bench in spring for all those days, it was like escaping nature. She talked and smiled. And then there were the kitchens. Sometimes we stole something to eat.And went straight back to the bench to eat it in secret, and we laughed. She did things to me. Sometimes she touched me. In the showers, I felt her body against mine for the first time. It was a shiver that warmed my soul. Eyes closed, the light slipped away.なるほど。私にはいろいろな過去があるみたいですね。うん、ここにはいなかったと彼女は。許されていなかったんだ。それが多分鍵だと思うと。それが全ての元凶だと。何の話をしてるのかね。だんだんよくわからなくなってきた。こういう自然の中にいることで、この病院内のね、悪夢というか嫌なことから逃れていたと。こうだんだんね、こう英語を読んでいてもね、フォローするのが難しいぐらい異常な話だなこれ。はあ、すげえ。The scent of spring, the land of light was far away, and we spent the days chatting, seated on the stone benches. ああ、なるほど。石のベンチに座ってよく話をしたと。こんなところを歩きながら聞くナレーションではないことは確かだね。あそこだもんな。うん。これでもユニティで作られてるらしいですね。ユニティもすごい進化してる。これは降りれないのかな？降りれるね。なんかここ来ない方が、こう、ちゃんといい話をゆっくり聞けた気がする。しかも降りれないんだよな。あ、通れないの、ここ。あ、通れるね。降りよう。降りちゃおう。さあ、でもこっちに行くので合ってんのかな。あのまままっすぐ行ったら何があるのかも見てみたいんで、行ってみよう。これだ、石のベンチだ。あ、これは私のベンチじゃなかったと。あ、決まったベンチがあったんだ。なるほどね。こっちはもうあそこで終わりかな。終わりっぽいね。うん。てか精神病院って要はもう刑務所ですよね。すごいな。行きたくないな。今もあるけど、今は今で。まあ、こんななんかクリーピーさはないけど、すげえ厳重にもう外に出れないようになってるんだろうな。こっちに歩いてきて、石のベンチのね、話が出たんでね。多分あそこだろうな。あそこから見えた。あれだ。これが私たちのベンチでしょう。ああ、見たらすぐにわかると、これは私たちのじゃない。あ、これか。あ、これ出てくるときちょっとすげえゾクゾクする。これか？これなのか？This was our bench. Into the kitchens. We often went there. She sometimes went on her own when things were going well. ああ、なるほど。こう何か良くないことがあったときによくそこに行ったと。これキッチンなのか？うわ、なんかここもすごいとこだな。お、すげえ水にちゃんと映るよ。これ何なんだろう。どこに向かってんだろう。これはもう違う。あ、座れる。まあ、こういう感じで座っていたということですね。このベンチも実際にあったのかな。全部実際にあってほしいな。
ここ何なんだろう。入れるかな。あー、ここに来た。ここなんだ。これは何？入れそうで入れないな。こっちぐらい入れるんじゃない？あー、開いてる開いてる。まあ、ここキッチンではないよね。ここでもいろいろやらされたわけですか。いやー、いろんなところでやってますな。男の職員っちゅうのはゲスだな。なんかあったよ。あ、気のせい。ここは何もないのかな。へえ、終わりかな。何もないな。あ、あそこ開いてる。新しいとこだ。Let's look for Amara in the kitchens in the basement of the building.これだな、キッチンだな。お、閉まっちゃったよ。 Come on, let's search everywhere. She must be here, without a doubt. さあ、アマラここにいるはずよ、絶対に。探しましょうって。怖いです。簡単に言うとね、怖いです。アマラ。アマラってなんかこう。アマラがそもそも誰なのか、こう。ポットに入ってたりするんじゃないの？もうゆでだこのごとく真っ赤になってるんじゃない？入ってないね。アマラ。多分アマラちゃんだよね。あ、びっくり。おい、突然喋ったら怖いよ。諦めちゃダメよ。探さないとって言うんですけど。諦めるわけないでしょう。アマラがどういった姿で残っているのかがね、わからないからね。生きてるわけないんだよ。こんな場所にアマラがいると思ったら。Where might she be? We've got to talk to her. Everything will be all right. I don't like staying here now. Let's look for her. Come on, quickly. 彼女に話したいことがあるんだと。ここにあまり長くいたくない。早く探さないと。あ、暗い。電気つけよう、電気。電気。よし。We can't descend. あ、ここの下には行けないと。あ、水がいっぱいあると。水が、あ、水使ってんのか。あ、なんかあるよ。Adele, that little girl has been there, motionless in front of the kitchens for hours. Poor thing. I gave her a sweet.She ate it without saying a word and remained there still. I don't think she's well. We used to see her now and again. Now she's always there. I'm off. The doctor's not here. He'll be here in the afternoon. Try and speak to him. Poor thing. Lost in her dreams. She was only a little girl. But nobody gave her a cuddle. On the contrary, they punished her. They said she was ill.Her dreams were bothersome. Even her dreams weren't hers anymore. I need her. But we will find her. We'll find her, won't we? When the water in the shower was cold, we ran away. But when it was hot, then she came to Renee. Under that cruel white light. I can still feel the shivers that her body gave me. It all has to go back to how it was. If we recreate that magic, she'll come to us.彼女が来るって来なくていいけど怖いし。アマラさん、ああこれかな。お、着いたね。あ、すごい綺麗な音がするこれ。まあいっか。ああすごい、これロックしたよ。ロックしてどうすんの。スイッチとかあんのか。これ何をするんだ。
あ、もうこっち取れてるもんな。まあこういうところが遊べますよってだけ。あ、やり方書いてある。え、そっか、この順番に従わないとダメってこと。ちょっとこれ一旦上げて、あれ上げれない。俺完璧に順番間違えたよねこれ。あとスイッチがどっかにあるはずなんだけど、5番、これどこのこと、どこのことですかそれ。あ、これか、これか。おし、待てばいいのかな。あ、怖いよ。何も入ってないの、カチカチ言ってる、怖い。We'll have to turn on the water in the showers and switch on the boiler. あ、これボイラーなんだ。The plumbing equipment was all situated in the kitchen zone. あ、なるほどね。ボイラーはこれで動いたから、これシャワー浴びれるんじゃない？で、キッチンルームに、キッチンルームなんて書いてある？エクイプメントはオールシチュエーテッドインプランビング。配管とかのやつは全部ここのキッチンのこの横につながってるからってことですね。え、じゃあもうこれでいいんじゃないの。あー、こっちもか。これもなんかあんのか、なんかいじるところが。これか。よし、これは？お、合ってそうだね。 OK。 Now everything's ready. よし、準備完了。 We can go along that narrow corridor in the kitchens. We'll meet her in the showers. あ、キッチンの、キッチンを通り抜けて、細い道を通り抜けてシャワーを浴びに行こうと。あそこで会えるはずだと。彼女とね、いろいろしたシャワーですね。暗い。あ、ここか。ここにつながってるんだ。あ、ここにあったものがなくなってる。さあ、シャワールームはどっちだっけ。あれ、こっち空いてた。カームもこっち空いてなかったよね。あ、歯医者だ。わあ、そう、歯医者にいるとかああいう顔するよな、もう本当にな。歯医者もあったんだ。まあ、歯医者というかね、もう歯を壊されたんでしょうけども。うん、すごい。またチンパンジーだ。またパン君がいる。ほら、パン君がいる。これ一緒かな？一緒だ。これ見たやつと一緒だ。なるほど。何もないな、基本的には。な、これ一人用の部屋もあったわけだ。カムウーマンだからね、多少おとなしくなったから扱いはマシになったりとかしてたんじゃないかな。そもそもこっちで合ってるんだろうか。これはなんだ、ファンダーズサンクス。ここにお金を投資してくれた人ってことか。ああ、なるほど。これは多分、キックスターターか何かの、このゲームにね、お金を投資してくれた人のリストですね。なるほど。こういう感じでゲーム内に出てくると。だこの病院にの、にのじゃない、この病院への、出資者ではないということですね。多分、このゲームだ。いやー。
基本的に作りは一緒だな。みんなすげえ見てくるな俺のこと。あ、タタタン言うたよ。タタタン言うたけど大丈夫な。あれあれ、これだけ、これが反応しただけ。これは見れないのか。見れないな。さあ、じゃあシャワールームに行こうか。多分こっち側が新しく開いてたんでね、ここのシャワールームだと思うんだけど、ちょっとだけ作りが違うな、やっぱり。あ、何これ、スタンドライト。ちょっともうアンティークですよこんなの。こっち側は何もないね。よし行こう。いや、今度こそシャワールームに行こう。ここのはず。ここじゃなかったらごめん、また反対側まで行かないといけない。あ、電気ついた。全てはレディだ。おお、なるほど。着替えるところで服を全部着替えようと。ここかな、ここに服をかけておくと。汚い服着てるよ俺。Let's now turn on the water and everything will be as it once was. おー、すげえ、元に戻ってる。で、水を、ウォーターをオンにすれば全て動くはずだって。どこにウォーターをオンにするところがあるのか。これか？どこなんだろう。いや、まあ、お風呂で、今回は女性と。こっちなのかな。うわー、なんかゆっくり曲がるの怖いな。じゃあこの辺何かあってもいいけどな。ここ行けってこと？お風呂に入れってことか。ウォーター、あれか、あそこにあるやつか。あれっぽいな、これじゃないか。これだ。オン。あ、いる。いる。いっぱいいる。あ、並んでるんだ俺も。どうも。なんかね。おっぱい垂れ気味な方が多いですね。結構お年を召した方もね、いらっしゃるようですけども。自分で洗う人もいれば、こう洗わされる人もいるんだ。わ、この人はすげえ怒ってるよ。表情が変わっていくの面白いな。へえ、これはやばいな。ガリガリやん、ガリガリやん。ちょっと奥行ってみようかな。あ、のんびり使ってるね。あ、お前じゃないか。Amara was everything I could have been, but she existed no longer. I should have liked to cancel everything I used to do, and instead, I always did it again. It was my fault, and then she disappeared from my life.
There they gave you those injections which made your body and soul tremble violently. A whirlwind of anguish and unsupportable pain. I lived on terror of the next time. They had taken me upstairs into that ward where no one wanted to go. なるほど。なるほどね。まあこう出会いがいい人が5つも結局こう引き裂かれてしまうという悲しいこのトイレ、この古いトイレ。これ自転車はどっから来たの？これ自転車とか車はどっから来たんだよ。え？しかもシャワーのシステムがこう夢の中というか違うよ。こんなノブなかったよ。ちょっと違ってるね。これトイレなかったもんな。さあ、ということでですね、今回はこれぐらいで、やめておきたいと思います。また次回もよければ見に来てください。ご視聴ありがとうございました。